この動画も結構ツイッターで拡散されてますよね。まあ、テレビのニュースにはまだなってないと思うんですけど、ちょっと見ていきましょうか。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、黒川敦彦対立花隆ってことで、まあ、こんな風になっているんで、この黒川、さんもうさんくさいよね。翼の塔だっけ？俺は好きじゃないっすね。で、結局さ、争いは同じレベルの人間同士にしか起こらないって言葉があるのを、なんか象徴してるなって思うんですよね。で、このさ、立花さん、N 国もさ、これ創価学会かよって思うぐらいなんかはっきりした分かりやすいインパクトのあるね、旗ですよね。で、こんなことしてる人たちにさ、票入れたいと思わないしさ、なんかこういうさ、政治家とかさ、この国をね、左右してほしくないなって思うのが、まっとうな国民の人の意見じゃないですかね。こういう奇抜な人はさ、こうやって向いてないよ、こういうの。やっぱ、健全な人が俺一番強いと思うけどね。っていうのが以上です。どうもありがとうございました。